こんにちはですまたご質問にお答えさせていただきます、えー、こんにちはいつもオンラインサロンを楽しく拝見させていただいていますいつも見る立場なんですけれども今回どうしても聞きたいことがありますそれは睡眠不足に関してです私はどうしても仕事や育児などで睡眠不足に陥りがちです正士さんなら睡眠不足に効くストレッチを知っているかもしれないと思いメッセージさせていただきましたと 何かいいアイディアがあったら教えてください。よろしくお願いします。とのことでした。<laughs> ありがとうございます。睡眠不足に効くストレッチですかあのですね、僕最高に睡眠不足に効く薬は知っているんですよ。あの、もう本当に最高に劇的に効く、あの副作用は一切ないし、お金はかからないし、もう睡眠不足バッチリ解消する薬を知っているんですよ。それは睡眠ですね。 な <laughs> 舐めてますね。いやでも実際そうですよ。睡眠不足は、睡眠が足りないんだから、睡眠をすることなんですよね。まあ、もちろん、その睡眠の質を高めていくためには、寝る前にお風呂に入って、ストレッチをされて、自分の体に歪みを取って寝るっていうのが、まあ理想でしょうけれども、そうですね。だからもうそれで、 質の高い睡眠をとっていただくっていうのはもちろん、まあ、それを前提とした上で、さらに、えー、っと、睡眠不足を解消したいのであればですね、うん、そのストレッチっていうよりかは、ライフスタイルを見直した方がいいと思いますよ。うん、ライフスタイルですね、生活スタイル。あのー、まあ、ライフスタイルを見直したいんであれば、書き込むことをお勧めいたします。 朝の何時に起きて、何々をして、この時間からこういう風なことをして、この時間昼休みを取って、この時間帰宅して、この時間何々をしているで。夜こう、この時間にこれをして、そして睡眠を中心にします、みたいな。そういう風に書き込みをして、そうしていって、あの、傍から見れるじゃないですか。客観的にそういう風に書いたら見れるじゃないですか。 客観的に見れたら、あれこことここの間、こんなに時間があったんだわとか、私何してるんだろうっていうふうな視点が得られるじゃないですか。これすごいあの改善のためにはものすごく効果的な方法なんですね。なんかずっと忙しい、忙しい、忙しい、忙しいって言ってる人に限って無駄な時間いっぱいあるんですよ。でその無駄な時間をなくしていって、最終的に1時間早くベッドに行けるような工夫をしてみるとか。 そちらの方がストレッチをやるよりかはいいと思うんですよね。ねえ、その、まあ、日本人のサラリーマンとかにもすごく多いですけれども、睡眠不足だからといって、何かカフェインを取ったり、あと元気が出るようなドリンク飲むじゃないですか。あの24時間戦えますかみたいな。あれって結局、将来の元気を前借りしているだけなんですよ。 わかります明日使うはずのエネルギーをガーって飲むことによって使う前借りしてるんですよで。それが切れたらもちろん死にそうになるじゃないですか。もう後ろめむくじゃないですか。で、それでしんどいからといってまたそういうエネ,エネルギードリンクだとかね、飲むと、そうすると明後日使う分、あさって使う分の元気だとかエネルギーを今借りるだけなんですよ。 で、それが切れた。薬の効能が切れた。では、もちろんその分反動がやってきます。で、反動がやってきて、あるのは心と体を壊すことだけなんですよ。本当にそれだけです。心も体、もう休養っていうのは絶対に必要なんです。で、眠い眠いって言ってる方は、もうまずまず睡眠不足なんですよ。慢性睡眠不足です。そういう方は、いくらストレッチをしたって、いくら薬を取ったって、治らないから、どちらかというと、 どちらかというと、ライフスタイルの見直しをされることを絶対にお勧めいたします。ねもう、そこをしない限り、ストレッチだとか、あと治療院に行ったところで治らないですからね。はい。あの、皆様の体を一番大事に、あの一、一番なんでしょう。 一番効率的に治せる人って言ったら、先生ではなくって、お医者さんではなくって、治療家ではなくって、あなたですからね。はい。あなたがあなたのライフ講師であるべきなんですよ。食を気をつける、睡眠を気をつける、運動を気をつける。この三つですね。栄養、運動休養。この三つのバランスを整えておくこと。そしたら健康な生活、幸せな生活が送れますんでね。はい。 うん、もう削れるとこ削っちゃいましょう。ね。何が削れるんでしょう動画見ている人、YouTube 見ている人だったら、YouTube って、あの、毒にもなるし、薬にもなるっていうことをまず認識しないと、あれは本当中毒性ものすごく高いですから、まあ、YouTuber の僕が言うのも何なんですけれども、YouTube っていうのは本当に時間を無駄に使う、時間っていうか人生ですね。人生を無駄遣いさせるののの天才なんですよ。 はい。もう、YouTube だけ見てても人生終わっちゃうぐらい時間も猛烈に奪われますからね。その危険性をもう分かった上で見るんだったらいいんですよ。だけど何も分かっていない。だけれども暇つぶし動画ぼーっと見る。これも完全に思考停止してしまって人生終わるパターンなんですね。絶対そっち行かないでください。サロンメンバーの皆さんは自、もう積極的に幸せに生きて欲しいんですよ。 そのためには、与えられる情報に素直な方法って従うのではなくて、自分がやりたいことをやる。自分が生きたいような自分を生きる。自分がなりたいような自分になる。そういう皆さんになってください。はい。もうね、YouTube は毒にも薬にもなりますよ。気をつけてくださいね。うんもうそういう毒を見るよりかは、そこはもう完全にカットして、早く寝る。うん。30分でも本当に、 1>, 1時間というやつ30分でもいいから15分でもいいからベッドに寝て体を休めるようにしてください。はい。睡眠不足に効く最高の薬は睡眠ですよっていうことでした。はい。もうね、仕事も育児も健康だからこそできるんですよ。 OK でしょうかこんな感じになります。えーと、引き続きですね、何かあの、僕に聞きたいことがあれば、遠慮なく、質問掲示板っていうのがありますね。質問掲示板に書き込んでください。そしたら僕がライブだとか、こういった感じでお答えさせていただきますんで、どうぞよろしくお願いします。非常にアンセラピスト昇士でした。さよなら。